バカンス、またはバカンスは主としてフランス人の長期休暇の過ごし方、もしくはそれを意識した長期休暇の故障。フランスの法律では休暇は連続5週間まで取得可能となっている。夏季には企業経営者から労働者まで数週間のバカンスを子供たちも2ヶ月間のバカンスを取り、思い思いの過ごし方で楽しむ。フランス人にとっては 人間が元気に生きていくため必要なものとなっている。一般的なスタイルの一つは、夏季に連続1ヶ月ほどにわたる長期滞在型休暇を過ごすというものである。ニースの海岸ラロシェルパラグライダーといった意味の言葉。20世紀になり、フランスでは社会主義政党が政権を握って、以来、一般の労働者層に快適な環境を整える政策を実施してきた。 長期間のバカンスもその一つで、まずレオンブルム人民戦線政権時代の1936年に2週間の有給休,休暇が法で認められ、1956年に3週間、1969年に4週間、そして1982年には5週間の連続休暇が認められた。英語ではバケーションに相当するが、フランスのスタイルが一つの典型となるため、 フランス語故障が用いられることが多い。北フランスの人々が南フランスに滞在している頃、南フランスの住民はパリや周辺の住宅を借りて首都周辺の生活を楽しむ。パリに対し札幌、FR、バカンスの期日、ケルックデイツ・インパートント、ありがとうございます。